こんにちは今回のシリーズは悪い奴の手口を暴く毒夫が妻の機嫌を取る理由を話しますね私は今誰よりも優しくて強くなるため潜在意識を書き換えるために冷たくて悪い人の観察研究をしていますこれまでは自分が毒父さんと毒母さんの被害を受ける観察研究をしていましたでも私の毒父さんと毒母さんの毒親宿は普通とは次元が違います 自分が被害を受けながら毒親研究をするのは精神的にかなりきついんです私の場合毒親もそうですが毒夫と毒夫の妻の研究も必要な家庭環境です自分に優しい人の考え方は簡単な方から始めますだから私は毒親研究より簡単な毒夫と毒夫の妻の研究を先にすると決めました 毒親のことなのになぜ毒夫と思うかもしれませんが毒親の手口も毒夫の手口も同じなのでかなり役に立ちます七夕の日、毒父さんと毒母さんが天の川の話をしていました毒父さんが前に住んでいた家は綺麗に見えていたとその日と二日後何度も強調していたので私は毒父さんから話を仕掛けたのかと思いました でも先生の考察ではどちらも天の川の話をするような人ではない事実天の川の話を聞いたのは初めてですここにかなり違和感があるとすればハ川さんからチチさんに話を振った可能性があるということでした少し前にハ川さんはチチさんに史上最高の機嫌を取られるという事実があります 独父さんはお金を使って独母さんに大きな買い物をしました。これをきっかけに独母さんはご機嫌になります。独夫に機嫌を取られた独夫の妻はどうなるのか、続きは次回話しますね。今日はこれで終わりますね。また来ますね。